a v a はジロカーンフのフリーソフトウェア実装であり、マルチキャスト DNS、DNS、SD サービスディレクトリのためのシステムを含む。a v a は特定の構成情報のないローカルネットワーク上のサービスホストの発行と発見を可能とする。例えば、ネットワークに接続した時、即座にプリンタを検出し、ファイルを探し出し、他社と会話できるようにする。 GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスの条件でライセンス提供される。a バ a はボンジュールのジロカーンフ使用の実装であり、マルチキャスト DNS、DNSSD、RFC3927、IPv4LL を実装している。各種言語バインディングを提供しており、多くの Linux や BSD 系のディストリビューションに付随して出荷されている。モジュール化されているため、 a バ a は GNOME の GNOMEVFS や KDE の QO などに組み込まれている。a バ a プロジェクトはボンジュールのライセンスに関する論争から開始された。その後、ボンジュールのライセンスは問題のないアパッチライセンスで提供されるようになった。しかし、その頃にはすでに a バ a が GNU、Linux などのフリーなオペレーティングシステムでのデファクトスタンダードの地位を築いていた。 アップルでのジロカーンフ技術開発に携わったスチュアートチシ者はアバの状況についてアップルの実装にとって変わる勢いであると述べたアバの開発はレナート・ポネーリングとトレント・ロイドが当初言ったポネーリングは2004年後半からフレックス・マドンズという名称でジロカーンフ機能の実装を行っていたまたロイドは2004年前半からアバという名称で 同様のプロジェクトを開始していた。両者のプロジェクトが2005年に合併し、名称としては、a b ガ a が当初、a b a は freedesktop.org 参加のプロジェクトとして開発が行われて、いたが、2006年1月リリースの0.6により、ザ・ h a b a プロジェクトとして独立した。ただし、アバは freedesktop.org の D バスを利用している。 アバとは、キツネザルした目インドリカのウーリーキツネザルのことであり、マダガスカルだけに住む、霊長類である、トレント・ロイドがこの名前を気に入って採用した、ロゴもこれを反映して、キツネザルの顔になっている。リリース V0.7 レイズッド、アバギトハブ。2018年5月14日閲覧、スチュアート地車ゼロコンフィギュレーションネットワーキング。 ウィズボンジュールグーグルテクトックス、マイルストーニアバ0.6、ニアバハット、アバトークバイポネーリング、ロイドアットリナックス、カンフ、AU2007、ありがとうございます。